YouTuber 正解は1年後。年始にクイズを出題するんですよ。はい。その問題で、やばいよ。キャラがもう。やばいですよ。で答え合わせはその年末にするっていうのがクイズ正解1年後っていうですね。なるほどね。それには YouTube バージョンですよ。2023年だ。はい。なるほどね。これ合わせに来られたら終わりじゃねえじゃん。あっち側ね、そんな影響力ないからなんかね、まあ YouTube って1年経つとね、だいぶガラッと変わってるんで、確かに、だからもう思いもよらないこともできると思うんで、確かにちょっと面白そう、ガラッと変わりましたね、本当に。さあ、ご覧いただいた収録から約1年が経ちました。おー、はい、うわー、懐かしいわ。本当に外までほとんど入ってこない。なんか普通に入ってこないで一回。しかもね、昔あーだったわけじゃなくて、あの日だけあーだったんだよ。年末年始のね、マジで忘れてたわ。お前だけ若返ってるもんね。現在、あの日の答え合わせとして12月30日ですね、はい、今撮影日が年末だよにお送りしております。はい、はい、なるほどね。まあそんなわけで、じゃあもう早速ちょっと一つ目の問題から答え合わせしていきましょうか。はい、ではお願いします。問題です。2023年タイゴさん、タイゴさん、タイゴさん、これ結構いいよ。いいけど全然覚えてない。去年逮捕された誰かいる？ペケタンじゃね？逮捕されてない。ギリされてない。ペケタンはクビです。ちょっと大穴当てたいな。ちょっと検索してもいいですか？確かに検索あり。ちょっと今俺が答えた。ちゃんとこう返事しないと。今ヒゲにかぶせられるの怖いな。今見てもこいつうざかったな。支援越しでも腹立つな。俺でも言われてる明るいな。ガーシー。ああ。当たってるやん、当たってるやん。ガーシー確かに。そっか、怖い。今年逮捕されてなかったの？昔黒系 YouTuber じゃないと。いや、逮捕されてる、逮捕されてる今年でしたって。だってまだこの言い方。はい、というわけでドイタリさん50ポイント獲得。うわぁ、マジ逮捕。うわぁ、これはすごい。でも、いやでもこの時も噂されてたよな。もうなんかガーシーさんはそのまま6月の4日に帰国して、その日に逮捕されてた。逮捕間近だったんだよな、もう。確かに半年後でしょ、すごいよね。じゃあ僕いいっすか？はい。でもこういうことっすよね。だから、田中聖さん。こうき、何も知らないよ。こうきさんじゃないですか、やっぱり。もう一回倒せるか。もう一回シャブやってる。どうしてそれ YouTube チャンネル。あ、YouTube やってんだ。田中家。そうなんだ。この時も知らなかったし、今も知らない。じゃあ、ちょっと気まずいんですけど、ちょっと。エビスちゃん。あー、逮捕は、え、逮捕されてる。逮捕案件あったけど。沈没であるほぼ逮捕じゃないの。はい、ミスさん。サインディックがやっぱ、いろいろと騒がしてますから、虚言日なんで、12日。12日どういうことだよ。すごい言い方しちゃった。俺は剛速球投げるんだとか、気づかぬうちにそれが詐欺になってしまったっていう。ああ、成長が違って、成長が違ってるかも。確かに、友達だったら分かんないんだけど。自然越しでも意味わかんない。おい、ああって言われてる。ちょっとつながりで、もう。そろそろ捕まるんじゃないかなと思って、ユウゴさん。これユウゴどうなんだ、ユウゴさんどうなんだ。いやでもなんかさ、確かに詐欺みたいなことされてなかった。いや、レイキングダウンの会社の金使い込んじゃったんだよ、多分。なんか確か。すごいな、お前。なんかありそうだ。なんて言われやっぱ俺一番こいつ捕まりそうなんて言われさ、ユーモの横のやつだ。溝口さんだ。溝口雄二さんだ、お前。一番怪しいけど。怪しいじゃん。古市さんみたいな人ね。怖いな、俺もうめっちゃ喧嘩ってない。そうだね、ユーチューバーだから怖くなってきたんだけど。ユーゴさんは田舎したからもう横のやつ流したもん。でもこの時からさ、ユーゴさんいて当たり前だったもん。確かに。なんかもうでもさらっと消えてったもんな。多分これ罪状まで当てる。特殊詐欺でザカオさん。おいおい、うわ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 っ、てんだお前。うわ、やっちゃった。これはこれはひどいわ。これ切り抜くで直で送ってやろう。鎌田社長。鎌田社長、何鎌田社長って。あ、ウーム、そうそう、ウームウームって何。なんか捕まってなかった。なんかあったよ、なんかあったよ、解任詐欺みたいなこと。誰誰誰誰誰、やば。
それ金困ってる前提やめません。めちゃくちゃ相手夫婦で優しく話しかけてくれたけどさ、その時会うとは思わないもんな。路上で迷惑かけてザカオさん。やばいやばいやばい。ふざけんなよ。おかしいもんな。まずいわ。見た目だけなんだよな、ちょっとおかしいんだけどな。見ないこと祈るな、これ。おい、やばこいつ。やばいよ、もう。めちゃくちゃ優しかったぞ、ザカオさん。時間はやばいぞ、お前。見た目やめろ、お前。ずっと見た目だけだって言うんだよ。時間の見た目ではないし。風営法違反でならよ。やめろ。大穴当てないよ。これはやばい。どこに存在してるの。夢にも思ってますよ。ないっすよ、そんなことは。まずね、今この答えの正解は年末。楽しみだな。これどうだった？確かに、どういう扱い？人がいるの？誰捕まったの、これ。まあ、正解は土井谷さんのガーシーのみです。のみ？あ、捕まってないの？ちょっと待って待って。田中？田中くんちさんは、2022年に逮捕されていて、今年の2月に実刑を言い渡された。じゃあ、まあ、逮捕された。現実に言うともうすでに逮捕されたやつなんですね。なるほどね。マジででもユーゴさんすごくない？確かにユーゴさん、いやいや、でもユーゴさん当たってないんでしょ。ユーゴさんはあれはなんかそうですね、使い込み疑惑というか、多分逮捕はされてない。ガチでガチで訴訟でしょ多分。でもなんか契約関係でとかしてたじゃん。あとザカオさんとか大丈夫ですか？やめて。俺ザカオさんにフォローされたばっかだよ。うわ、いろんな罪状言ってましたけど。いやでもまだ切ってほしいな。いやでもまだ明日まであるからな、ワンチャン何か出てねえよ。マジでこの時にはまさかね、アウトは思わないもんね。そうだね。YTFF すらね、住人に来たかもそうだね。確かに友達になると思ってなかったもん。あれ10人に会ってなかったか、あの時なってない。その後野球で会って。そうか、へえ、そうか。で一緒に飲んだりとかも。ああそうか。はい、じゃあ続いての答え合わせに行きましょうか。はい、何を答えたんだっけな。今タイプでしょ。リンとかか、他なんかあったっけ。問題です。はい。2023年。結婚。なんでしょう。結婚なの？誰結婚したの？シルクさん。ああ、言ったんじゃない？他誰か結婚した？ヒカキンさんとか？あとガードさんも結婚した。いやいや、ヒカキンさん結婚するかしないじゃないか。ミキが言ったよ。あ、ミキオダの？ミキオダさんのミキキーさん。あ、ミキオダ。ミキオダじゃないでしょ。誰だよ、これ連れてきたの。3年後の話しちゃってんだ、これ。ミキオで伝わったか。ダリは違和感がどうなったの。ミキオとダリになるけど、ミキーか。あ、引退してたね。DJ 社長とインドネシア人。ああ、うわー、失踪しちゃったもんね。失踪しちゃったな。一夫多妻制でやりたい。やっぱ出る名前はいいですね。いいですねって言われるけど、かすってるよね、なんか話題に。はい、アーティストだね。天地の天地。ずれてんな。ないよ。どういう熱愛？ないか。ガチないでしょ。どういうこと？ボケ？でもちょっとありそうだな。青汁と AV 女優。うわー、なかったらこれも。青汁さんなんかめっちゃ AV 女優好きらしいんだけど。あ、遊びたいでしょ。なんかの表紙で。絶対汁男優ってやるじゃん。まあ、第2とかでも出したらいいか。あ、須藤須藤今年。いや、今年全然違う、全然違う。第2とかでもつってもね。今年はさんのあったなぁ、あったなぁ、あったなぁ。全然結婚したから。加藤が YouTuber じゃなくなると思ってないしな、本当に。確かに。ロシアで未婚なの？僕すら知らないの。僕すら知らないの。あ、確かに。あ、どういったの。虫眼鏡さんと一般女性。あれあれ、あ、これあったじゃん。あ、したんじゃん。したんじゃない。はい、というわけで、土井谷さん50ポイント。イエーイ。すごい。虫眼鏡さん結婚したの。一般人まで当たってるよね。すごいよね。完璧じゃん。完璧じゃん。マジすごいよ。土井谷さん。ヘラヘラのサオリンといいよ。ジンタンじゃないわ、見てるからね。もう、そこら。うもうだって昔の記憶だな。加藤とすすきので延長したキャバ嬢。懐かしいな。タイムリーですよ。ごめんな加藤。二人ともだって YouTuber じゃないもんな。昔からありますよ、離婚再婚みたいな。まあそのパターンも確かに。なかなか超大穴。確かに。誰？何？大穴？こんなテロップ入ってると怖いよ、ちょっと俺。結構振りかぶってるさ。大丈夫？怖い怖い怖い。ない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 。振り長すぎない？答えない。答えない。アイアンナム。あー、あー。
おぉ、すごい。これ出すな、出すな。これ本当に流れたの、これ流れた、これ今初めて流れてる。本当にあれっすかね。やめろ。お前これは違うわ。ポージとかも言うな。すごいな、これ。当てに行ってないよ。いやでもすごいな、これ。みんな知ってたわ。え、これめっちゃ、どういうこと、どういうこと、いいの、これ。ちょっと待って。はい、ということで、うん、現在の得点はこちらです。得点どうなるの。いや、今のダメでしょ。もういない。え、どういうこと。ちょっと待って、はい、一回整理させて。ふざけんなよ、衝撃の V 流す。いや、焦ったわ、今。いや、今出てんのかと思って。俺も今出てんのかと思って。マジでやめろよ。 P 入れろよ、さすがに。本当に、本当にやめてくれよ。あ、よかった。やめてくれじゃねえんだよ、お前が言うからだろ。回答したらダメだろ。他なんかありましたっけ。結婚したの、なんか、だから俺じゃない、ガードマンとかじゃね。あー、結婚したの。結婚してたね。シルクさんとかね。ね、あー、ゆっちゃんの。ゆっちゃん違う。そっか、シルクと言うんだ。そう、あ、そうか、シルクさんの言うんだ。そうそう、そこが二人。あ、そうですね。じゃあもう早速次行きますか。お願いします。なんだっけ、離婚が当たったらすごいな。少し離婚してる人いんの。離婚はいない。じゃあ次の問題です。2023年。おお、破局ね。破局。ちょっとこれ離婚の人がないって言ってんじゃん。破局島田言ってそうだよ、誰か。数が限られてるから。え、島田ってでも現時点でいいの。あ、そっか。今はちょっとわかんないよね。これ別居中とか破局だよね。ここで当てたらすごいな。2023年中に付き合って2023年中に別れる。さっきの流れから言っても言わないな。はい、須藤さん。まあ、怖いね、このヒゲ。怖い、思いつかない。予言者。カナオさん。カナオさん。ああ、ちょっと頭の。カナオさんもね。静かにしてる可能性あるけど。あるんじゃないかな。何してんだ。ガチ当てに行ってますか。ガチ当てに行ってる。まあ、星さん。結構ね。マジで芝生ぐらいしか思い浮かばないですよ。縁起さん。静かにしてない。カノさんが離婚したらするだろうね。このつながりないだろう。お前がするなら俺もするよじゃないの。1年後にまた叩いてるよ。カノ天眼って今年解散した。確かにカノ天眼が破局したら。破局っちゃ破局。レタル浮気空側だったんで。ああ、そうなの。え、本当に。アータローチャンネルさんが。アータローチャンネル誰だよ。本当にですけど。というわけで、50ポイント。アータローチャンネル。まず誰。アータローチャンネル。アータローチャンネル。アータローチャンネル。あー、そうですよね。え、それ何、どういったの分かってたの。いや、分かんない。お前、すごくね、アータローチャンネル。まあ、ちょっと内容は詳しく知らないんですけど、2月に破局されているんで。すごいな。ちょっと分かんないんすけど、今現在付き合ってるかどうか。いや、ちょっと一時期噂になってたじゃないですかっていう。そこも行く。いや、あのヒューガさんと仲間ってなった。ああ、マジで付き合ってたんすけど。付き合ってたんすけど。これ破局みたいな。いや、破局したんじゃない、多分。え、お、西田さん50分。あ、そうなんだ。マジで。これってもう大ピラにしていいやつなんだ。噂はされていた2人が、あの相手の名前は出さずに10月に別れたっていうことだけ発表していた。そうなんだ。おそらくこの2人だろうということでポイントに。マジで。あ、いいのこれ。そっかそっか。いや、ヒューガさんワイティーフでお会いすると思わなかった。確かに、ね、確かに、ね、確かに、ね、しっかり挨拶してくれましたよね。いい人だったな。あんだけ言ってたのに。お前いい人だったら。いやいやいや、お前あんだけ言ってたじゃん。言ってないでしょ、なんも。うわ、こいつ。はい。EFF 帰ってから丸くなりましたよ。はい。尖ってていいのは。はい。ってよ、ちょっと。めちゃくちゃいい人でしたけど。うわ、いやいや、コラボとかして。きついきつい。あっさり180度なってるやん。これもちょっと分かんない、当たるかどうか。ちょっと一応出してみるわ。いいの。え、おお、え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 、やれたら別れてたんじゃない。もう今年じゃないの、うん、今年から。いや、え、今年じゃないの。いや、今年だけど。ずるくない。今年か。今年え、ガチ3月ぐらいじゃなかった。いや、俺今年じゃない多分厳密には。え、いや、でもこの時それ言ってないじゃん。2023年ではない。あ、でもいや違うね、厳密には違うけど。まあ、いやでも違うからポイントあげたくないの。厳密には2022。
多分そうだね。だってもう年末の時にはなんかもう、ね、年末ぐらいだと思う。あ、別れてたっけ？別れてた。別れてたのをなんか、うん、多分こいつが言い出したんだって。だから公表してなかったね、俺ら側として。え、そうだっけ？え、サオリンと別れてたんだっけ？サオリン実家じゃねえよ。ということで、まあちょっとご本人が違うと否定されているので、うえー、はい、残念でした。得点は無効ということになります。はい、残念でした。相手の名前言うぞ、これ。ガシやん。生じゃねえし。やめてください。いや、これ当たってほしくないな、でも当たってほしくない、でかいよ。さすがにでも、当たってほしくないけど、まああるかもしれない。はい、確かにね。はい、で、何さん須藤当たってほしくないね、これは。さすがにね、耐えた。まだ耐えたか。絶対に当たってほしくない。絶対当たらせませんよ。まだあと1日あるから。ひげが吠えてる。メンバーでこれはマジで当たってほしくない。メンバーあ、そんなモグラに見えてる。加藤と星野さん。一回付き合ってでも、連絡取り合ってないっすだけどな。あ、めっちゃ分かれてるやん。何してんだっせだもんな。じゃあ破局。これも付き合ったやつ片っ端から言ってた方がいいんじゃないの。まあ、そしたら絶対当たるけど。はい。はい、でかいさん。芝生優愛やな。うわぁ、すげぇ、すげぇ、マジで当てに行ってんな。どういうこと、お前。当てに行ってんな。この頃そんなつもりもなかった。ヒカキン破局しないでしょ。いや、でも明日捨てる。明日猫捨てます。難しいだろ。すごいわ、芝生優愛やな。すごい。あ、でもないか。別れてないのか。あー、そっか。そうだ。破局でもなんだろうな。ジャイさんと。これかけてね、一回。ジャイさんと税金は。水溜りボンドと巨大化企画。小説に言ってるもんな。破局したでしょ、これ。ジャイさんゲーム正解だろ。やらった。難しいね。あんま出したくないっすね、こういうのって。あ、一応言ってもいいですか。ガーシーと暴露。おお、破局すごい。ということで、岩田さん50ポイント。え、これえ、でもあれは芝生綾乃、芝生綾乃さんは、まぁ、あ、ちょっとまだわからないです。確定しますね。確定はしてないね。で、まぁ、あ、あんまそこを憶測で触れない方がいい内容ですよね。だとしたらさっきのということで、現在はドイテリさんが150点、高すぎだろ。さんが50点、岩田さんが50点。なるほどね、すごいな。須藤さん、飯野さん、ちょっと頑張っていただきたい。ちょっと無理だ、無理だ。強すぎない、前の俺。ちょっとね、じゃあ続いての問題いきましょうか。次なんだっけ、なんか面白いな、これ。次の問題です。はいはい。2023年活動休止。あ、なんか当たりそう。絶妙だな、なんか去年だってバンユンさんとか。あ、そう、あ、今日休止して誰か行こうか。してほしいじゃないもんね。あれ当たり前だろ。あ、東海はやったね。あ、東海はすごいな。東海はしたら活動休止しますみたいな動画が出るってことだよね、要は。まあそうだね。JJ コンビ行くのね。あ、JJ コンビ行くのね。ガードマン。いや、ガードマンって、ガードマンだって、なんかな、ネタだけど、毎回やってるあるの。ちゃんと確認してるから、手前で。気づいたな。出せばいいと思う。すごいのかな。かっこいいですね。というわけで岩田さん、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。あれか、事務所との揉め事での。あ、あったか。まあだし、これは何ですか、報告したら活動休止ってことで。あ、まあまあ、そうです。それは違うか。確認してるの、そういう動画が出ればいいってことですよねって確認して出してるんで。年3、4回出してるでしょ、多分。そうですね。だからもう俺その分もらえない。あ、いや、これはさすがにひとまとめで。何言ってんの、何言ってんの、画面強いな、マジで。なんか欲張りましたね、今。何大きく出てんだ、お前。すごい。で、もしかしたら、背中捉えられてるもん。ちょっと炎上するかもしんないです、スカイピースさん。いやいや、言っちゃうよ。え、そうなの、なんかね、炎上してる。え、須藤さん50ポイント。え、すげえ。え、何でしょ。スカイピースさんは6月に休止してるんですよ。まあ、っていうか、まあ、普通に活動休止しますって報告をしたことですよね。なんてマリじゃねえかよ。なんかでもちょっとありそうかな。イーナさん、ヒカルさん。いやー、いやー、次の順位一瞬したんじゃない。いや、あの人しなさそう。あ、しなさん50ポイントだ。あー、いいな。これは良くない、50ポイント。正直もうネタに詰まったやつ全員やってるもんな。ヒカルさんは6月に体調不良でお休みしてる。ガチなやつ。これいじっちゃダメだよ。
それでは活動休止に入んの体調悪いから、体調不良だから、体調不良はいじれない俺大きい病気とかじゃないだろどうせなんか数字のためにとか言ってましたけど、ね、なんか行き詰まったとか言ってたけど、体調不良だからヒカルさんいじってお前らどうしたヒカルさんにだけなんですよだけどピースさんとも違うぞ、よいや、全然違う、多分見られたくて必死だなしかも俺らも活休してるし、ネタでまあ、僕じゃあもう限界ですみたいな、うん、めてあげるんだろうな、ゆうごさんおえー、これはちょっと違うよ、YouTube やってんだよ、ゆうごチャンネルやってんのよ、ゆうごチャンネルやってんのよ、やめてよお前、活動休止だよ、じゃあ引退パターンもある、引退ね、全然ね、育休は育休も全然、それもあるんだ、じゃあロシアの佐藤あ、違うな、違うな、あとなんか、あの、噂なんかどうもしないひでぇなひでぇなこれひでぇなやばいだろこれ噂だと、はい、やさダイブーさん、ペケタンさん、ザカオさんの3人で半々全員え、ひどいなすごいよな、これ半分犯罪感じいや、できるチャンネルの予想じゃないっすよチンタン、ミッキー、はじめ社長でチンカさんひどいなグループ名が決まらない。これマジでどうしたの、新しいグループを作って新しく解散するかってことでしょ。知らないよこんなこと、何新しく結成させて解散させてゴムドットとか言っといてもいいってことでしょ、まあ、そうよ、89年代ああ、でもこれはゴムドットするんじゃない、当たってるの、確かにしてんじゃん、してそうだね、確かに、で、東海これ東海大体まで同意対策50ポイントわーねー、え、してんってか、いつしたんだろう、殺害予告をされたタイミングで9月に活動休止、うん、あ、そうなんだ、いつ再開したの、2週間活動休止してましたね、あ、まあまあまあ、危ないからね、まあこれで以上で、あれですね、活動休止終了なんですけども、ゆうごさんは4月まで投稿してて、まあそこからまでの頻度は分かんないんですけども、うん、半年以上、もう当たりでしょ、これは当たりでいいんじゃない、ゆうごさん、じゃあ須田さんは50ポイント、うわー、すごいな、マジで、なんかゆうごさん噂によると、なんかそのいろいろとちょっと問題を起こして、そのあの手叩く喋りながら自分じゃないな、めちゃくちゃな面白い、自分だったら分かるかなうざいから、ハケうざいからあとはなんかいろいろいじってましたね、特に気まずそうなのがロシアン佐藤さんとか、ロシアン佐藤さん、いやマジで、あのこれ収録この後に YT 夫婦じゃなくてよかった、いやそうだね、マジでちょっと今気まずくないですか、新活30人やばいでしょ、新活30人でしょ、どういうつもりなのマジで、マジでどういうことなの、マジでどういうこと、え、メンツより誰、はじめ社長ジンターみたいな、ジンターでしたっけ、ヒカル、ミッキーじゃん、ミッキー、いやだから、あー結成されなかったいやいや、されるわけないでしょあと静かに半犯罪、半犯罪が一番やばい、一番やばいな、いましたかね、YTFF にめちゃくちゃ可愛かったけど、いたらめっちゃ人だと考えた時にすごいね、辛いだろ、その俺なんか好きになっちゃったもんな、普通にお前、お前も半犯罪って何マジでお前さ、その運動会参加しようとしてる、いや全然呼ばれたら行くでしょ明日があるさ、参加しようとしてるいや、参加したいでしょ、うわ、もう痛いって痛くねえ、お前痛いとか言うなよ、お前そんなんだから、いつまで経っても売れねえんだよ、お前らみたいの、エビスジャップは、エビスジャップ激痛じゃんお前数年しか見ない次の問題です、はい、2023年マジ当たりそう、うわむずいな、当たりそうじゃないの、カズチ当たりそうじゃないの、誰かいないの始めたの、確かに噂に聞かない、目立った人いないもん、でもね、始めても話題になんないんだけど、初めて、そうね、検索したら、やってそう、やってないんじゃない、やもうなんかそこらへんやってそうだよね、あったっけ、ガチでやってそう、今のところなさそうですね、面白いな、芸能家だ、コンビナと悪そうだしな、ね、始めてないわ、杉谷健志のケンちゃんスポーツ、あーやっやってんじゃない、杉谷健志、あれいやでも始めたんだろ、始めたんだこれ、すごい、それでイーナさん50ポイントかけすごい、ケンちゃんスポーツ名前違う、名前は杉谷の YouTube という、あじゃあローマ字で、あダメだ、ダメだ、始める有名人なんで、いやでもすごいわ、杉谷さん50ポイント獲得です、ありがとうございます、はい、じゃあ続いての問題いきましょうか、
はい、じゃあ次の問題です。はい、2023年にある流行る曲は、これは覚えてるぞ。流行る曲でしょ。ハイピースたちが出してたわ。どんな曲が流行ってたの。だからブレイキングもね。ふざけたのは覚えてるぞ。まあそうですね。いくまだったんじゃないこれ。だってずっとボケてた気がする。ウィーアーザワールドとか言ってたのもワンちゃん。このキングヌーのこの黒実味しめすぎやろこれ、タイトルまで当てないといけないってことでしょ。いや、そういうことじゃない。アーティストでいいの。アーティスト流行る曲だ。流行るかい。なんか YouTuber じゃねえもん、確かに。昭和だよ、流行るのこれ。篠田真理子のやってないこれはちょっともうガチで、いいなさ。藤井風、桜。ああ。そうだ。さてに行ったな、これ。これ当てたら、これ曲で当てんだっけ。うわ、私は。さっきの須藤の篠田真理子のやってない、うん、流行ってたとしたの話なんですけど。流行ってたとしたら。矢口真理の私はやってた。乗っかるよ、それに。アンサーソング。危ないけどね、ちょっと。これいいでしょ、でも。その流れでいけそうな、はい、めっちゃ流行ってる。持ってくんだ、持ってくんだ。崎のぞみさんの私はやられた。すげえ昔のこと感じる。確かに。ないかこれ。これ見て出してくんないかな。渡部復帰したもんな、渡部。はい、そうだ。まあまあ、その岩田、僕、ドイタニさん、岩田さん、そのつながりで、うん、ベッキーのまたやりを俺なんか当たるのこれ。そんなの出してんじゃねえよ。全然誰かやったらねえだろ。これは無理だろ。曲でしょ、これって。キングヌーとか、キングヌーで言えたらな、出してんだけど。そろそろなんかこういう時期に、そういう時期にね、元気。これちょっと読み方違うんですけど、長渕剛の引退。俺は実況出してるよ。ガチででも引退するでこれ出しそうだけど。え、でもマジで長渕出してんだよ。新曲出してた。出してたと思うんですよ。なんか映画大変だよ。クレヨンしんちゃんの曲出したみたいな。いや、そうそうそう。ドラえもんかクレヨンしんちゃん。タイアップしない気がするけど。ブレイキングダウンのひな壇メンバーによる。あ、これ行くんじゃない。ドリーム。あー、めっちゃありそうだったけど。そうだけど。ワンチャン来年あるんじゃない。これ超ありそうだね。ブレイキングダウンメンバーめっちゃ歌出しそうだよ、私。うん。待ってるといいな。難しいね。終わった？終わった。これ何？はい。というわけで、この問題は正解者なしでした。あー、マジか。ちょこちょこ惜しいというか、惜しいよ。かすってるようなあって、例えば、藤井風さんの桜っていう、年末に花っていう曲出した。うわー、惜しい、惜しい。もっと広くがないと。あとは6月に長渕剛さんがなんだ、王という曲漢字の王。じゃあ、OH びっくりマーク。王言っとけよ。漢字じゃなかった。予想が待ってくんだよ。なんで王って。すごい、タイアップ。王か。もう漢字じゃねえじゃん。もうでも大体なんかサビどうなってんの。マジ王も言ってるわけじゃない。王朝の王みたいな。今一瞬歌詞見ましたけど、八つ咲きにされた心をって言っていいな、長渕っぽいな。新曲出してくれてね、出してんだね。他で言うと岩田さんが言っていた、はい、ブレイキングドリーム。確かに。あれ曲じゃなかったんですけど、はい、アワード、ブレイキングドリームショーみたいな、なんか、表彰式みたいなのが、あったな。ブレイキングドリームっていう。ああ、そうなの。あ、すごいね。で、ちなみにそこで米尾さんがブレイキングドリームショーっていうのを獲得してた。結構すごいな、でも。そうです。割とそのワード自体はね。わあ、マジか。米尾さんの店行きたいな。ちょっとでも美味しそうだよね。いや、あれ行きたいな。絶対美味しいでしょ。美味しいよな、あれな。気まずいけどな。次の方です。2023年ワイキングで企画、まあ、YouTube ファンフェスだった。いやー、これはもう獲得しましょう。はい、かいいね。確かにね。俺ら呼ばれるしかなかった。確かにね。100万人超えたら呼ばれるんだっけ。あれそうだけど、今年ではないもんな。確かに確かに。去年だもん、去年だもんね。呼ばれてんの。去年の人が今年呼ばれるの。いや、違う、2023年の呼ばれるから。呼ばれるんだ。俺ならその2022年、ちょうど漏れたのよ。ちょうどじゃ変なタイミングで行っちゃったの。そう、これ漏れる人たちどうする。なんか救済所じゃないの。なんかどうなんだろう。あるのかな。でもまあ勢いあれば全然呼ばれそうな感じはしますけどね。それぐらいの例外なら。呼ばれるか呼ばれないかの話。そうです。それだけ。こっちます。
まあ、似たくなる。こんな話してね、前振りで。はい、じゃあ、オープンしてください。誰があるっつった呼ばれないで当てに行けたよな、別に。確かに、この時にもう分かってたんだろうね、独走してるって。そう、覚えてたら、俺じゃ行かないわっていう。そんな来ましたっすよ。これの正解のために。ファンブックからブックに、あの文化系で俺が紹介されてるんだから。確かに、呼ばれた。一応、これ、一表紙的なのも、うん、仮に呼ばれたら行きますか行きませんか。いや、行きますよ。行きたいですけどね。いや、行きますよ。どういったら行かないんですか絶対に。こいつらこうやって言ってるけど、直前になって日よると思う。ああ、それまで呼んでたもんね。どうせ行きの車内でね、完成なかったらどうするって。すごい完璧だよポイントくれよこれすごいわ気の車内で言ってたもんな大丈夫かブライアン呼ばれてんだろでもないでしょはいということで岩田さん西尾さんが50ポイントやったありがとうやっぱ信じてたぜこの時だから何も話しなかったもんね別にねいや違うこれあれでしょしかも、うん、これ見てでしょそうか、もしかしたらそれはあるかも、ね、あマジでこれ見て、なんかあそういうの意外と興味あるんですみたいなそうなんだで、どこでも行ったら俺が誘われてでもあの行きの日和みたいな話まんまそうだと確かにね、あれポイントくれよ、俺とドイタニにダメだ完璧だったなでもな、ドイタニさんちょっと尖っちゃってたんでね、やっぱりダサいな、いやでも確かにでも結局なんか帰りなんか行かなきゃよかったなみたいな感じでみんな盛り上がってたじゃんいや盛り上がってたじゃん盛り上がってたじゃん行ってよかったなって怖い怖い怖い全やっぱ行かないって言っといて行っちゃったっていうのちょっと恥ずかしい一番ダサいよねついてくしかないもんなみんな行っちゃったらいや俺あれ俺行ってないよなかったことにしてほしいはまあ一斉に回答してもらうって感じですね一斉、次の問題は2023年年末の第2グループの登録者、ね、うわ一番近い人だよねうわこれガチだ全然俺なんかね今年ねすげえ売れそうな気がするあー夢見てるもう外れてるやべえこと言ってるわ今年全然売れない言うすぎの数字まで言ってねつまんなかったと思いますよ確かに俺は外れた確かに俺は外れたな俺は外れた肩分回したせいで夢見せ外れたら一番登録者が近かった人にポイントが入りますこの時も言ってるね、はい、なるほどね、うん、俺今年なんかとんでもないこと起きそうな気がするわうわ外れた何が起きなかったの何を受けたのこの時だけ未来から来てないなえおおお岩田堅実的だね13万人おいリーダーおいおい左から2人目何あれ何俺無言で200とか書いてるの行くわけねえだろ1年じゃんちょっと待って、ヒゲすごいな、これ。そうすると、まあ、ヒゲやばいな。いや、ヒゲすごくないこれ。ヒゲの97万人。うわ、近いんじゃない一番。近い。めちゃくちゃ消極的。ふざけんな、お前。近いんじゃない一番。炎上すんなよ、お前。お前、逮捕されるの信じてる。俺はねえわ。お前じゃ取られそうな。なんでだよ。なんでだよ。逮捕開けたろ。で、200万人だ右3人なんかバカ見てるじゃねえか夢があるってことだよな右3人は確かにね、うん、あの、ね、来てんのよ、その雰囲気がこれ1年後めっちゃかっこいいかめっちゃダサいかそうだね雰囲気が来てんだいや、これすぎて、なんかタチンコとかスロットでもあ、これ来るなって時あるあー当たってるすごいなういろいろ起きたんだけどね、今年でもね初めての試みになったんだよさあうわ、もう全然ダメやん、もう何だこいつら吸ってるねしちゃって、もうレイクレとコラボレーしたいから何したよ、もう答えは朝1年後っすねはい、ということで一番近かったのは須藤さんイエーイ何これ悲
しい正解。マイナス書いたやつが正解だ。そんなの減らしたもん勝ちじゃねえか。まあ現在105万人なんですね。でちょうど113万人と97万人の真ん中だったんですけど、628人分須藤さんの。ハスはね。ちょっと寄ってったのね。あれなんだね。登録してくれ。今すぐ登録してくれ。遅いだろ。遅いよ。ちょっと予言者土井谷さんここだけ大外れという。いやだからマジで未来が変わってるんだよ。どこで変わった？恥ずかしいよ。いや多分ね、俺がこれを未来を正しに来たんだけど。ごめん失敗してるわ。ワイしすぎじゃない。YTF も行っちゃったからじゃないですか。YTF 出るな。行かなかったら登録者300人行くぞって予定だったんだけど。YTF 出だとしたら大ヒゲはどうなってんの。大ヒゲはなんだろこいつ。大ヒゲお前の敵じゃないの。あーなるほどね、そのリベンジャーズ的な。そう、じゃあこれ最後です。最後2023年 YouTuber 界で起きる出来事。うわこれ俺は当たるべ。広いんじゃないの。広いんじゃないの。これ取れ放題じゃない。なんか当たるべ。いいっすか。早いね皆さん。マト吹き。うわー、うわー、うわー、しなかったか。そう、ありそう。マホトさん吹きね。なんか、ささやかれてたけどな。まあ、心配しないで、ザカオタイム。お前、やめろ、やめろ、頑張れ。あと1日ね。頑張れ。俺と西尾と、めっちゃ喋ったのな。なんか、やらしとけよ、あの時。おお正解だ。え、すごくね。さすがに。いや、まあでもこれはでも簡単だもんな。被告して捕まったもんね。YouTube が出来事でしょ。当たってるんじゃん。うん。はい、DJ 社長室は。あーなんかね、惜しいね。失踪だったから。失踪だったんだよ。NHK 東京だとコムドットがコラボ。あー確かに。それどころじゃないよもう。してないよ。してないよこれ。してないでしょ。してないんだ。今もできる状態じゃないでしょ。あコムドット曲リリース。あえあるんじゃない。してんじゃない。してんじゃない。だって YTFF で歌ってたもん。あ確かに歌ってたわ。勘違いして言っちゃいそうな気がするんだけどね。ここまで勘違いしちゃって。コメを出版。コメ。ええええええ。出してんの。出してる。出してる。すごくね。勘違いしてとか言うなよ、お前。お前なんか米屋に当たり強いよね。怖いよ、ね、シンプルに。よく店行くっつってたな、もう。いいわ。じゃあ僕、これさ、まあ、ちょっとざっくりすぎかもしれないですけど、まあ、スカイピースバレる。バレるどういう意味の大正解でしょ、これ。バレ始める。もうちょっと具体的にお願いします。具体的に。剥がれる剥がれる。剥がれる。本当の意味で何が何がいろいろね、そのいろいろ、そうそう、長井剛さんのうわぁ、迷ったわ選挙出馬。あぁ、この頃来たらもう正解ない。わぁ、こだわったな、もうこの流れ来ちゃったな、もうここからもボケらしいでしょ。あぁ、いいよ、長渕はえ、ショップクラッシュだっけ。ショップクラッシュ出馬の日に出して、で、決意って終わったよ、もう正解だよ。何やってんだ、ヒゲ。言うわけないもん。何やってんだヒゲ。中口出しちゃ終わりだろもう。これ見て出してくんないよな。切腹出して切腹出して決意して決意出して決意出してエンド。何やこれもう正解絶対出ないわ。うわーでもー曲は出してんだけどな。じゃあ僕の本当の希望いいですか。希望だ。第2グループ始まる。希望。うわ希望。去年まだ何回急に始まりましょうよ。エンディングみたいな感じ。決めたなお前。これもね答え合わせは1年後ということで。はい。結構当たったんじゃない最初の方。というわけで岩田さんの米を出版。出版したんだ。しました。で須藤さんのガーシー帰国と西尾さんのコムドット曲リリースの3つが正解。あれじゃあ俺追いついたんじゃない。はい。ということで今岩田さん須藤さんが200点になって土井谷さんと並んでます。第2グループ始まる正解扱いの。なんでだよ正解でいいだろ。てかスカイピースバレるはどっちになった。確かに確かに。ちょっとそこ審議が必要ですよね。広すぎない。あの2つで100ポイントくれよ。あの時バレてたでしょ。いやもうバレてない。まだバレてない。バレてた。まだバレてない。バレてた。いやバレてない。世間的にもバレてた。あれバレてた。いやあの時はまだバレてない。めちゃめちゃバレてた。今年やばかったから。いやいや今年は全部大変。今年めちゃバレたから。ちなみにあとラスト1問残ってるんです。えで
ゲーム的なことも考えてね。わかりますよ。バレてるかバレてないかはわからないですけれども、一応バレてるで得点あげましょう。150と200かも全員。ありがとうございます。一旦ね、バレてるのか。まあでもね、正直頭の人にはもうバレてると思う。いやもう頭あれやし、バレてるな。大人にはバレてる。あと第2グループ始まる、あれもちょっと審議が必要。いやあれは絶対始まってないよ。いやいや、めっちゃいいこと言うよ。何で始まった？何が始まった？どこが始まった？いや、コラボしてさ、もうこっからも最高のあれや。始まってないよ、まだ。恥ずかしいよ。第2グループは全然伸びてないんだから、始まるさ。ない、あるわけないだろ、お前。こっから始まるや。全然っていう、こっちの身にもなれよ。次のコーナーちょっと違うんですけども、これは集まる第2との写真。基本的に今年1年も多分メンバー、あの視聴者の方と写真を撮ることがあると思うんですけども、その時に第2ポーズというものをやっといてもらいます。第2ポーズ、はい、まあ第2ポーズ、ピースは右手よ。ピース右手で、左手がこの親指が上か、逆パターンになっちゃう。どっちかで、ね、このツイートしてもらって、そのツイートに写ってるメンバーの人に強くない？なんで何枚自分が写ってるその写真が投稿されるか、高すぎるよ、ポイント。二度さんみたいに告知だったもんね。言わない方がいいってことですね。そうですね、言ってねえわ。まあ言ってんすけどね。ほんま俺というわけで、集まったものをちょっと確認してってみましょう。あ、てか、ツイッターが名前変わる、当てたかったな。はい、確かに、それすごかったな。では、お願いします。誰やってる？西尾。おー、俺やってる、西尾やってる。西尾さん100ポイント、しかも監督ですね。うわー、すげえ。これでも100勝ってるね。俺これ勝っちゃったらどうなんだろう。え、ってことで、まだあるんだよね。西尾さん今現在1位。西尾さん現在1位。いや、これ、これ大丈夫これ。次行きましょうか。あ、誰だ？ドイタニが、ドイタニが、あー、ドイタニが、強いわ。で、西尾さん、あの、フリーメイソンをやってフリーメイソンなら手にくださいよ。フリーメイソンだ。というわけで、ドイタニさん、今300点これだからさ。これ見て衝撃だったんだよ。ピースなのって思った。じゃあ次。あ、次の、あ、西尾。これやってるわ。西尾やってんな。西尾さん、これで350点になりましたね。やった、めっちゃ稼ぎすぎだろ。でもこれ俺勝っちゃったら面白くないよな、これ。いいのか、これ。あ、どうする？どうする？でも逆じゃない？え、俺やってる？これやってる、やってる、どこどこやってる、俺やってる、やってるわ、やってる、逆だな。でも逆じゃない？やってるんですけども、これは S ですね。うわ、やってる。あ、2じゃない。うわ、バカが出た。うわ、ここに来てバカが出た。ピースが下ピースだったんだな、これ。正直俺もびっくりしたわ、見て今。じゃあ次行きましょうか、どうぞ。にしよう。ちょっと、ドイタニやってるよね。いや、ドイタニなんかちょっと、ドイタニじゃない、ちょっとごめん、もう。にしよう、もう必死でさ、もう顔作ってないじゃん、これ、ダメでしょ。ごめん、でも。かわいそうな視聴者が。にしおさん、現在450。強い、ごめん、もう。ほぼ出してなかったじゃん。次行きましょうか。はい、どうぞ。え、あ、ドイタニ。ドイタニ。おー。合ってる？ドイタニさん、400点になりました。おぉ、すごい。初めて勝った日のあれか。確かに、うん、はい、そしてここで以上となりました。おめでとう、西尾。全然集まってないじゃん。西尾、おめでとう。西尾さん、450点に入賞です。西尾、おめでとう。ごめん、みんな。私一番影薄かったの。なんだよ、それ。一年越しの謝罪、これ。てか、スズラエン作戦失敗してるじゃん。スズラエン、何やってんだよ。一番起きてねえじゃん。死ぬほど SNS 上げるで有名なのに。てっから全然ダメじゃん。スズラエン、もう行かねえわ。スズラエンの写真は毎回やってたんですか、これは。結構やってたんですけどね。仕込んでんだ、今。ちょっと時間帯悪かったんだな。今、忘年会シーズンで忙しいから。確かにね。西尾さん、その最後の写真までで150ポイントで、写真で300点稼いで。ありがとうございます。強っ。チリツモっすね。強くねえだろ。まあでも一番ね、覚えてたの、今回の撮影覚えてたのが西尾さんだったんだよね。確かに。まあ、いや、みんな結構やってたんだけどな。確かに。大丈夫ですか、もう動画閉めちゃいますけど、その前に謝っておきたい。ああ、いやね、確かに。ドイタニなんかはもう、まずは本当に。だって、あの、前回の動画で喧嘩売るというよりは、今回でもっと喧嘩売ってることがちょっとね。
気になっちゃいますけど、一旦ザカオさんとかにはしっかり謝っといた方がいいよ。いやきついな、謝りたくねえ。謝ってください。今年捕まれそうだもん。ガチ視聴者本人に言いにくいのはやめよう。あ、確かにありそうだな。リプとかでなんかライニング言ってましたけど、本当にやめてほしいからね。どうですか、2023年はどんな年ですか、振り返ってみて。いや、まあ、第2グループが始まった年なんじゃないですか。いや、そこ加点されてないんで、終わっ、あ、始まってないです。あ、そうです、ね、終わって、終わって、ええ、今終わってるって言い返してたから。終わってるってね。これ正解はなんだよ、第2グループの正解はこれ。